イブニングが始まります。担当の檜山沙耶キャスター、よろしくお願いします。こんばんは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します。今夜からそのお天気、1週間のお天気まで確認していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はクリスマスプレゼント交換会ということで、はい、なんとさやさんからのプレゼントをいただきました。ね、ありがとうございます。私お風呂大好きなので、めちゃくちゃ嬉しかったです。よかった。そうなんです。もう誰しもが使えて、はい、この時期にいいかなと思ったのが入浴剤だったので、うんうん、そうですよね。兄ちゃんに当たって私もほっとしました。特にこの時期はもうお風呂に浸かる時間がね、うん、至福の時ですもんね。そうですよね。もう箱の時点でいい匂いが漂っていて、よかった。いや使うのが楽しみです、ね、香りも選べるので、ね、堪能していただきたいなと。はい、はい、5000円のプレゼントだったじゃないですか、はい、私たち、はい、結構選ぶの大変でしたよね。ですよね、うん、5000円ということで選ぶものが多いからこそ何を選べばいいか難しかったですよね。そうなんです。この5000円をいかに生かすかっていうので、うんうんうん、結構迷ったんですけれども、はい、でも逆にその100円とか500円の箱の方がもっと難しいんだろうなと。選択肢がね、それだけ小さい、はい、狭いからね。本当ですよね。みーちゃんのプレゼントはもう公開されたんですか？そうなんですよ。私はりえなちゃんにプレゼントを。すごくないですか？そうなんですよ。この偶然が続いてるんです。へえ。ミニファンヒーター？はい。え、最高じゃないですか。そうなんですよ。欲しかった私。本当ですか？欲しい。私も自分で欲しいんですよ。私一番欲しかった。ここで交換したらね、ちょうど5000円同士だったんですけど。5000円だったら買います。え、後で品番教えてください。5000円で買えるってことですもんね。そうなんですよ。あの5000円以内で。足寒くって最近部屋に行っても。そうなんですよね。ミニファンヒーター欲しいなって。先生ですね。ありがとうございます。そうなんですよ。もうなんかね、ちょっと疑われちゃいそうなぐらい、うん、私もりえなちゃんに直接渡しに行きましたし、この番組次のキャスターさんのプレゼントをもらうっていうのが、ねね、決して出来レースではないです。本当に全く何も全く何もないです。この流れでいくとさやさんはゆかりんさんのプレゼントですね。なんか引かないといけないみたいになってますけど引けるかな。どうなんでしょう。これで引けたらすごいですよね。本当に奇跡ですよね。ですよね。さやさんはゆいさんのプレゼントも引かれるということで、お休みということでゆいちゃんのね、プレゼントもちょっと引いていきたいと思います。はい、この後19時から19時から、はい、楽しみです ね。 ね、すごく楽しみにしております。あ、そんな今日はクリスマスらしい話題もたくさん行っていったんですけれども、はい、この後も日本海側の雪や雨、うん、注目していきますか？そうですね、引き続き雪や雨降りやすくなっていきそうです。明日になりますと沿岸部では雨となるところも増えていきそうですので、融雪災害に注意が必要です。え、今後の予報まで含めて確認していきましょう。この後のイブニングよろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブアフタヌーン、3時間お付き合いいただきありがとうございました。今夜はこの後お出かけされる方も多いかと思いますが、しっかりと暖かくして風邪などひかないようにお気をつけください。それではこの後も素敵なクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。スタッフさんに作っていただきます。